た夏の終わり将来の夢大きな希望忘れない10年後の8月また出会えるの信じて最高の思い出を今ふとした瞬間帰り道の交差点で声をかけてくれたね一緒に帰ろう僕は誰かそうにカバンで顔を描きながら報道はとてもとても嬉しかったよI'm not afraid to die.